青森空襲を振り返って森勇昭和20年7月27日、米軍機により空襲の予告ビラが撒かれた。まさか翌日に予告通りに空襲されるとは誰もが想像していなかったと思います。翌28日は、たびたびの警戒警報に驚かされ、厳重な10日完のもとで夜を迎えたのですが、 午後9時を過ぎた頃に空襲警報のサイレンが鳴り渡ったのと同時にラジオの情報に家族全員息を殺して聞いていました。岩手県を北上中と何度も繰り返して放送していました。これは危ないと予感し家族全員が父のもとに集まり避難の準備に取り掛かり避難の道順について話し合いました。 その時でした。私のすぐ上の兄に勤務先である東日報社から直ちに出勤するようにとの連絡が入ったのです体の調子が悪かったことと周囲が騒々しいことから兄は出勤を渋っていたようでした自分には予感がしたのでしょう当時父はな,なかなかの頑固者で兄を叱りつけ出勤させたのですが これが兄との最後となろうとは、家族の誰しも思ってみませんでした。まもなく空襲が始まり、花開く花火に似た焼夷弾の投下により、まず東方面から火の手が上がりました。これは大変だと思い、打ち合わせ通り家族の避難行動を始めました。後期になりましたが、当時の私の住まいは、 現在の新町二丁目、森田鞄店のところにありました。父、母、姉、弟二人、それに私、中学校二年生の六人家族でした。避難にあたり書類は父が持ち、二組に分かれて行動することにしました。まず、母の組は姉と弟二人の四人で、父と私は、 忘れ物等の確認をした後で行動することにしていた。道順は新町、夜店通り、国道、涙手通りを経て、涙手で落ち合うことを約束していた。最後は父の友人宅、楠神社迎えに集合と決められ、まず母の組を先発させた。 父と私は家の中を確認してから10分遅れで家を出た。疎開先の甲畑のお家の家に落ち着くにせよ、食料は何も持っていないことに気づき、明日からの糧が心配になり、父には約束通りの道順で行動するよう言い聞かせ、私は再び家へ引き返し、リュックの中に、教材中辞典のみを残し、 他のものは全部捨てて、代わりに米を入れ、自転車で家を後にした。その時でした。東日報社に被弾し、火の手が上がりました。兄を心配しながら道順に沿って自転車を走らせたのですが、夜店通りから国道に来たところに焼夷弾が落ち、非常な危険を感じながらも涙手まで走りました。 ここでようやく避難者の群れに入ることができました。また、運よく父を見つけ、涙手へと向かったのですが、当時の楠市神社杉辺りは、一面田んぼの道といっても、今の農道のような道路でした。ちょうどその時、空がパッと明るくなり、それから一、二分過ぎた頃であろうか、道のあちこちで焼夷弾により、 死人となった人々の様子を目の当たりに見ることとなりました。幸いにも父も私も何の怪我もありませんでした。翌朝、2時頃打ち合わせ通り父の友人宅に寄ったところ、母の組が全員元気でした。そこで兄を除く家族全員が合流し、朝市町の焼け残った親類宅に行き、休養することとしました。 しかし、兄のことが心配で、夜明けを待って、父と二人で、未だくすぶっている街を、東日報社へと向かいました。途中、道路のあちこちに、消死体が横たわり、目に余る思いでした。東日報社、焼け跡へ着き、関係者に兄のことを聞いたのですが、皆目検討がつかないとのことでした。兄の他にも、 数名の方が行方不明とのことで関係者も困惑していました。午後2時頃疎開先の工場といへと向かったが自転車のタイヤと靴の底がボロボロになっており大変でした。それでも家族の誰もがお互いに励まし合い夕方疎開先に到着ししばらくの間ここでお世話になることになりました。 兄の尊費確認のため、三十日から一週間ぐらい、東日報社から三男慰霊園を探したが、見つかりませんでした。後日、無縁仏家から分骨してもらうことにしました。それにしても、五月には次男が沖縄戦で戦死し、また、七月には産卵が戦災死と、当時の父母の悲しそうな姿が、 目に浮かんでなりません。